社長が言いたいこと分かった。分かったけど、絶対やらないから。いや、じゃ絶対やらない。絶対やらない。絶対にやらない。絶対にやらない。とりあえず、あんまりそういうの言わん方がいいんすよ。これから一生懸命、スターになるんだって言うんだったら、やらない方がいいと思います。自分たちが力いっぱいやりたいことやっとった結果炎上するのはしょうがないけど、はい、俺たちが自ら炎上に首突っ込むのはマジで微妙ような気がするな。なるほどな。はい。って思います。やめとけ。コメント欄も今やめて。それはちょっと一旦。一回、じゃあやめます。はい、やめます。はい、はい、はい、授業その1で、はい、もうコメント欄もやめてほしいがいっぱいあるんでやめますね、じゃあ。あと9個あるけんね。まだ。言うて、あと9個ありますよ。これ系が結構多かった、まず。これ系が結構多いから。この炎上取り扱う運では一回全部スパッと切る。そうしましょう、そうしましょう。ちょっと一旦やめましょう。しかも社長、炎上万博なんか40回以上やって雷神抜くみたいなことやるから、あの人なりたいんか、何になりたいんか分からなすぎやん。雷神抜く、いろいろやりたいことできてしまうね。やけやけ、あんまでかいこと言うのやめましょう。ほんとも YouTube やめるとか絶対言わないようにしてくださいね、今度から。まだ言われるんですから、 YouTube 引退してないのって。コメント欄のアーティスト活動頑張ってって書いてある。そらそう、食うとか言うよ。あんだけ言って、自分で言って、去年の自分に首絞められてるやん。炎上万博40回やるってな、マジで。1年間でさ、12ヶ月しかないんですよ、社長。イベント会社 YouTube 活動やった方が、イベント、YouTuber。高田ライフ。炎上万博って当日だけなの、俺は。まあまあまあ。当日、1ヶ月のうち、1日炎上万博に顔出して、うわーって叫んで、頑張って頑張って頑張ってって言って、試合が自分が決まったら、当日だけバーンってバーン戦って、1日で終わるんですよ。じゃあ、またね、相手が当日バーンってバーン戦って。一回酒飲んで。飲み面だね。飲み面しよう。3分だけ。じゃあ、ちょっと。まあ、そんな感じですか、じゃあ。いや、だけど、本当にね、だけど、めちゃくちゃ、けど、おもろいっすよ。おもろいっす。何の顔なの、あなた、それは。何の顔してるの。でも、ちょっと、いや、これじゃあ、今の部分抜いて、ちょっと、微妙部分あるやん。正直今言われたところ。そこを修正して、またやった方がいいか、あのプレゼンを別で。あ、終わり今日。え？終わり今日。あの、別の話しよう。今日終わり？はい。え？今の流れから言っても、多分修正してこうだっていう、多分変更点があるじゃん。皆さん、あの、これがリアルで俺たちの会社の感じです。本当に毎度振り回されてます。これですよ。じゃあやめとくか、今日のこのミーティングは。一個だけちょっと今年、じゃここにおるメンバー全員で、やりたいことがあるじゃん。おぉ、なんすか。ここの千葉にゃん見てないけど、千葉にゃんもちょっと混ぜて、俺らの今日会社、15人くらいかな、全部で。15人で、ちょっとこの2023年、これはやりきろっていうの、一個だけあるじゃん。それはもう絶対にやりきる。どんだけアーティスト活動が忙しかろうが、どんだけ何をしようが、これぐらいできるだろうっていうことがあるじゃんね。これだけじゃあ、今日の結論でできる。おぉ、はい、お願いします。2023年が終わるまで。ちょっと待ってください。一旦ちょっと待ってください。360はやめよう。一回やめましょう。本当に。いや、違います、社長。言いたいこと全部あります。ただちょっと待ってください。でもやっぱ、パンも、いや、みんな言ったよ、今。それはパンの期待も答えてあげないかい。だって言って俺も昔みたいに全力で YouTube 頑張れ。けど、パンも昔みたいなとか、レペゼンのやっぱ動画見たい。音楽以外もちょっと見たいよ。思うよね。そこの間の先がちょうどあるわけ。聞きます。1日10分でいいです。10分だけでいいです。TikTok ライブやりましょう。毎日です。10分でいいよ。俺、微妙やと思うわ。トイレでもいいし、どこにおるか内緒でもいいけど、別にそんぐらいやったらできるやん。こっちも今はそうそう、みんな、どこにいるのって聞かれたの。え、こっちもこっちもこっちもこれあの、じゃあ10分だけよ。ちょっと待って、ちょっと待って、わかりました。社長が言いたいことわかった。わかったけど、360がダメ。絶対やらないから。いやー、それは。絶対やらない。絶対やらない。絶対やらない。絶対にやらない。絶対にやらない。あの、前、一週間に一回でやらなかった。そう、一週間に一回ですらやらんかったっちゃけ。絶対にやらないです。でも本当に、もう本当にやめましょう。わかるけど。盛り上がるのはわかるよ。いや、その、ちょっと、一回考えましょう、その、10分だけよ。いや、じゃあ10分とか分かるけど、トイレでもいいし。いや、それはもちろん分かるけど、どこにおるかも言わんでいいけど、別に。なんでプライベート中ってか。いや、一番新規が増える。ファンも見れるし、YouTube も。でも赤番じゃないですか。まず、社長すぎる。復活しよう、復活しよう。これだけ頑張る。とりあえず、あんまりそういうの言わん方がいいんですよ。え、生配信はやりたい。いや、それはもちろん、やりたいのも分かる。やりたいのも分かるけど、その、一番みんなできると思う。生配信。違うよな。だって。いや、その、めちゃくちゃ見え方悪いっすよ。生配信ばっかりやってる人って。スターはやらないっすもん。そんな毎週毎日やんないっす。これから一生懸命、スターになるんだって言うんだったら、やらない方がいいと思います。スターになり終わった人の余生を過ごす場所だと思ってるんですよ。じ
や、俺一人だけで。いや、じゃあ、そういうことじゃないや。違う違う。もうね。めんどくせえ。じゃあ、めんどくせえ、マジでこいつ。自由です。いや、マジで。好きにやってください、じゃあ。マジ嫌なやつ、ほんと。社長、性格悪いっすよ。いや、じゃあ、俺だけ毎日。いや、違う違う、そうじゃないや。社長、毎日できるわけないです。そんなことしだしたら俺らもやらざるを得なくなるじゃないですか。いや、別に好きなの。いや、じゃあ、じゃあ、そうじゃないや。あなたがリーダーなんだから。リーダーが毎日やるって言い出したら、それは俺らもちょっと考えないかんことになるやろ。いや、じゃあ、ローテ食いましょうよ、もう。うん、しょうがないから。はい。うん、でも、社長さっきすねたとき、口マジタコと同じ形。あまりすねとうとか。めちゃくちゃすねとうよ。コメントのバブしかないし。いや、でも、なんか、メンバーがそうやって言ってくれることによって、ちょうどいいところに落ち着くことに最近気づいたって。聞いて、本当に俺、俺ってプライドないよ。何でもやる。いや、プライドはめっちゃ高いよ。めっちゃ高いよ。メンバーから、それはやりたくないって言われたときに、確かにそうや。これやったらおかしいわ、みたいな。後で気づく。まあまあまあ。本当に気づかんわけ。まあまあ、そう、まあまあ、しょうがないですよね。年末まで他4人のがバブと思ってましたとか言う。俺みたいな人ってさ、割とさ、イエスマンの周りに。ああ、まあまあまあ。社長とか、大企業社長とかも。そうやね。多分そうだと思っちゃう。こんな一番近い4人がさ、俺に一番遠慮なく素直に言ってくれるだけ、ありがたいと思って逆に。逆にここだけでミーティングしとったら多分、鉄鋼されてるよ、さっき。いや、本当に本当に。でも社長ってそれに気づいてて、ここにしか話さんときあるでしょ。あ、時もある。それがダメ。それないよ。それがダメ。大丈夫かなみたいな。あの、ふみやの最近の口癖知ってます？実は自分もそう思ってました。え、あいつら、あいつら、いや、ちなみに、ちゃうちゃう、ショーも、ふみやも、自分もそう思ってました。僕も微妙だと思って。一番俺に対して。こいつらマジでスパイっすよ。僕も本当は、マジ、こういくんだけど、正しいと思って。実は自分もそう思ってました。マジいますからね、こいつら。オッケー。じゃあまあ今日はこんなもんにするか。マジか。まあでもこれが生っぽくていいよね。いやいや、いやまあ実際ガチや。じゃあ俺、自分で編集するけ、自分の格好悪い分めちゃめちゃカットする。お前らが一番待ってる。配信中ちょっとイラッとしようとか。カットしてさ、あれで怒ってない優しいやつみたいな編集するよ。自分で編集してしまうけ、俺の滑ったところとかカットするけ、めちゃくちゃ百発百中で面白いやつになる。正直。これ、普通にリアルで、今までの録画でやっとったら、送れよ、この曲。社長がそこすぐ、ビール飲みながら不適されとえなんか使えるわけないでしょ。今日の動画と送らと思っちゃうね。今までずっと編集してたけど。俺、一個だけすごい本当に思っとうのが、音楽もそうやけど、リアルが勝つと思っちゃうね。うん、作られたものではない。誰かが考えた歌詞の、自分が考えた歌詞とか、リアルがちゃんと分かる時代になったけん、俺も百発百中で面白いわけでもないし、ミスることもあるし、失敗もあるし、これがリアル。リアルでやっていきたいなっていう。俺らはある意味リアル。一番、まあでも俺らはだってずっと動画もリアルやったし、そう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 。全部本当やし。それはあるなとは思いました。ということで、まあ、帰ってね、今日もね、これがリアルです。これがリアルです。いいこと、いいこと。皆さん、こんな感じで2023年、よろしくね。おー、今日の配信。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。